せーの、ワークライフバランスです。バズバズ。皆さん、11月24日はワークライフの日。行けました。はい、行かれちゃうと思うよ。ということでですね、今日は11月24日です。いい日本食の日ということで、和食の日なんですよね。で、これは私たち食文化室にとっては一番大事な日と言っても過言ではありません。今日はですね、最近 SNS とかテレビで非常に賑わっております、郷土料理、こちらをテーマにですね、食文化室の皆さんから愛する郷土料理の声を集めてきました。で、その声を発表したいと思うんですけれども、今日は特別ゲストにお越しいただいております。私ちょっと緊張しております。はい、食文化室長にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。食文化室長の長浜と言います。本日ありがとうございます。11月頭ぐらいからですね、にわかにツイッター、SNS の方で郷土料理が盛り上がっておりまして、ありがたいなというふうに思っております。で、今日は、11月24日、和食の日ということで、うちの室内のみんなから郷土料理愛について、語ってもらいました。先ほど、竹さんの方から、お話しありましたけれども、食文化室にとって11月24日は、一番大事な日ということで、食文化室の長浜が出させていただいてます。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、ではですね、食文化室のメンバーがそれぞれの郷土料理愛を語るということで、まずはですね、トップバッター、兵庫県の郷土料理からということで、室長から少しお話をいただきたいと思います。お願いします。はい、はい、お願いします。私、兵庫県の、姫路市出身です。で、高校まで姫路でおってですね、で、その時には、普通におでんを食べとったわけなんです。で、東京の方に出てきて、東京の大学、そこでおでんの話になりました。で、サークルでおでんの話になった時に、そのちくわぶとか言われてですね、ちくわぶってなんなんやろな、うちのおでん見たことないな。で、あとはんぺんは知っとるけどおでん見たことないな。で、ごぼ天入ってますよねって私が言うと、ごぼ天なんか入ったら知らんとかって言われてですね、あれ、なんかおでんとかおでんでもなんかちょっと違うやろかと思って、皆さん生姜醤油つけて食べますよねというふうな話をしたらですね、いや、おでんに生姜醤油なんかつけて食べへんやろ、ありえへんわというふうに言われて、東京でカルチャーショックをアホみたいに食らったっていうのが、東京大学1年生の、冬の、思い出ですね。で、姫路おでんっていう風にして、姫路市民は普通におでんに生姜醤油をつけて食べとったんですけれども、それを他の地域の人はそれで食べへんっていうことを、初めて知って、ああ、日本でも全然食文化がちゃうんやなという風に、思い知った、大学1年の冬でした。はい、私は最近ね、はい、SNS でこう、うちの郷土料理という私たちの食文化を作ったサイトが話題になってるんですけど、はい、ああ、ね、みんなそれぞれの、ね、地域の郷土料理見ていただいて、はい、これは全国区じゃなかったのかというコメントがね、多々ありましたので、やはり皆さんやっぱりこうちょうどやっぱ大学生の頃ぐらいですかね、はい、社会人が大学生になる頃ぐらいに他の地域に行って、はい、自分の地域の食べ物が皆さん知らないものだったと初めて気がつくというのがやっぱり あるんだなというのがちょっと今回の SNS のコメントでもよく分かったなと思いますね。はい、そうですね、ほんまにね。でもその似たような話でもう一つあるんですけど、はい、いいですか。どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。で、同じまた大学1年生の冬シリーズなんですけれども、思い出がございました。ありがとうございます。はい、たっぷりお話をいただきました。はい、続いてはですね、秋田県の郷土料理、はい、今日はですね、その職員の方ちょっと都合でね、参加できなかったので、お手紙お預かりしております。はい、じゃちょっと私が読ませていただきますね。お願いします。はい、ね、秋田県のきりたんぽ鍋になりますね。秋田県民が新米の時期になると食べたくなる味と、個人的には比内地鶏の出汁と三関のセリは欠かせませんということですね。これは秋田の言葉で言いますとですね、このきりたんぽ、知ったげうめえ、
バンズ食べてみてけれを言うらしいですね。ちょっと発音とかね、なってるかなってあるんですけど、はい、衛生秋田人、衛生秋田弁ですね。失礼いたしました。我々関西人が衛生関西人を嫌うんですか。逆パターンもやっちゃってるわけです、ね、はい、ということでちょっとご紹介をいたしました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ほな、続いて私から、同じく、食文化室の職員から、宮城県の郷土料理お手紙をいただいてますので紹介します。宮城県のおすすめ郷土料理は、たらこ飯です。毎年秋になると、仙台から車を走らせて、渡里町に、たらこ飯を食べに行くのが家族の恒例行事でした。ホクホクの鮭、煮汁で炊いたご飯、プチプチのイクラ、最高ですね。はい、そういうお手紙をいただいてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、たらこ飯写真を見たらもうよだれが出てきますよね。そうですよね、うん、ね、皆さんもやっぱり食ってけサイン、食ってけサイン、食ってけサイン、すいません、地域の方間違ってたらごめんなさい、ごめんなさい、はい、はい、ではですね、続いて私、はい、私の出身は京都なんですけども、まあ、いろいろ悩んだんですけど、普段の生活の中でね、はい、何が思い出深いかなと思うと、やっぱり京都はですね、お漬物なんですよね。まあ、あの漬物というのを京都の人は、はい、まあ、お漬物と言うんですけども、まあ、いろいろあるお漬物の中で一番やっぱ美味しいなと思うのはしば漬け。もうこのしば漬けはですね、いろんな食べ物の横にいつも置いてあるみたいな、常にある味みたいなことで、最後にですね、もうこの白ご飯としば漬けがあってお茶があると、もうそれでお茶漬けができる。もうこれがもう最高なんですよね。皆さんもね、京都の人いうのは食べとうみと言うんですけども、うん、ぜひ食べてみてください。はい、ありがとうございます。いやー、でも室長、やっぱ郷土料理は奥が深いですよね。深いですね、ほんまね。やっぱりあの和食っていうのは、はい、各地域の伝統的な食文化っていうのが、はい、和食の一つのこの要素になってますから、うん、この郷土料理ってのは非常に、まあ、うん、あの和食の中でも欠かせないパーツと。そうですね、いうことで、やっぱりこの和食の日には、ね、郷土料理をね、はい、ちょっと皆さんに思い出していただいて、はい、サイト見ていただいて、はい、そうですね、ちょっと自分のとこの地域の、はい、あの郷土料理を食べていただきたいなと、はい、そうですね、いうところですね、はいはい、ぜひぜひ、あのいろんな郷土料理があるので、はい、あの自分のご出身の郷土料理も食べていただくのもいいですし、はい、なんか他の地域の郷土料理も、ね、美味しそうやなというのも、レシピもありますので、はい、あの作っていただけますので、はい、ぜひぜひお試しいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、11月24日は、和食の日ということで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。あ、そういや、タケさん、はい、相方探し、あの前任の山口さんが卒業してしもってから、うん、ずっと相方探し、かれこれ長いと思うんですけど、そうですね、はい、ええかげん、なんか誰かいい人見つかりました？いやー、みんなね、なかなか引き受けてくれなくて、もう苦労してるんですよ。はい、あらあら、うん、多分前から私、多分室内でもちょっとチラチラ言ってたと思うんですけど、一応相方として、あの立候補するつもりなんですけど、あのいかがですか、相方として。ありがとうございます。どうですか、はい。あれ、ちょっと待ってください、なんか電話が。あれ、ちょっと、竹さん、竹さん、あれ、失礼します、ちょっと。おい、竹さん、竹さん、どこまで行くの？あー、いいと思った。